アジャって本当はストロング派なんだけど、アジャ好きなんですよね、パフォーマンスが。いや、ま、何でもできますからね、それは両方できるからいいですね、ええ、おお、すごいジャンプ力。うん、これが完璧に決まると本当にすごいですよね、トイレ選手の場合は。ネックブリーカーですね。結構隠れファンが多いですよ、あの下田には。いいですか、隠れファン、ええ、下田なんか試合前から久々のコーヒー6人になっていうんでちょっとね、緊張してましたけど。そうですか。6人タッグに入るのはなかなか難しいんですよ。そうなんですか。はい、あ、6人タッグっていうのが最近ないんで、はいはい、なんか新鮮ですね。でも、あの、思い切っていろんなことやってますね、下田選手今日。やっぱり同期だね、この舞台だから、なんか最近この対戦になるとね、デスマレーボムをね、つい連想しちゃうファンが。あ、でも、ああいう風にやった方がいい、下田選手なんか。渡辺ロープ行くよ、ロープ。三田選手も今の髪型の方がなんかガスオリエンタルス、ガスカチョーラスっていうような感じがしませんか。なんか色気ができたんじゃないですかね、三田の。おそらくですね、ラスカチョーラスは手巻きしたの売り物ですよ。下田選手なんかもう毛巻きですからね、やっぱり。獄門島どうですかね。獄門島はやっぱり悪じゃないですか。悪ですか、はい、悪くて強くて、悪くて強くて本当はいいやつって一番いいんじゃないですか。いいやつですか、それはなんとなく。ジャングルジャックも結構そのノリだったんですよね。あ、そうですね。悪なんだけど反撃者だね、は結構いいやつでとかね。渡辺飛びたがるんです。そう、あ、でもなんか、アピールが可愛いですね、今なんかね。がもう完璧にいつでも使えるようになったら面白いでしょうね。なんか肉の山が空を飛ぶという感じですよね。もちろん練習では完璧にやるんだろうけども、試合になると、うん、なんとなくタイミング難しいでしょ。あれ難しいだと思いますね。あれも自分やんないけど、ああいう技がいつ何時でも使えるようになったらもう絶対面白いと思うけど、あれだけ見るのに使いますよ。そういう技になると思う。これブルーズアンフィリートですね。そういえばまだトヨタ選手あんまり出番がないですね。ブルーズグランパスね、なかなかやらせないですね。これでギブアップとってますからね。ちぎってもなに、ちぎってもなんか。アジャさん結構腰に痛みが走ってるんです。そうですね、今男性ファンが下田って声かけたでしょ、はい、あれが隠れファン、下田の。そうですか、ええ、切ない思いでいると思いますよ。切ない思い結構、はい。なんかとぼけたことやりますね、渡辺ね。そのまま飛んでもいいような感じですけどね。いやいや、あれは、はい、ああいう風に飛んだ方が、これは怖いですね。ずしっと、ね、下田選手なんかもああいう時もっとギャー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 騒いだ方がいいかもしれないですね。すごいですね、ブリッジ。これブリッジはいいですね。ブル様が乗っても、あ、でもアジャ様が乗っても、あ、すごい、任しましたね。これはないわ。ああ、これは潰れちゃいますね、誰だって。誰だってね。ああ、五十合体ですね。体当たりが大技なんですね。
これはスタイナー兄弟バリのやつですか。これがまたすごいんです。よいしょ、はいどうぞ。圧殺っていう感じで、ペタンコ大丈夫ですね。漫画みたくね、おせんべいですね。なんかビガロみたい。対空時間がなんかアクセントつけてきますね、アジャ様さすがにね。すごいですね。なんだかんだ言ってもこの下田もね、持久力ありますんで、ちゃんと返しますね。渡辺ですね。返しました。6人タグの割には地味な攻防が続きますね。でも一人一人が割とじっくり見られるんじゃないですか、そんなあれですね、合体技っていう形のトリオじゃないですもんね。これはインディアンデスロックとなんかアフェスロックの複合みたいな、ええ、形は SCS にとっても似てましたね。あ、監獄固めみたいなインディアンデスロックになりましたか。前バージョンですね。この二人割と戦う機会多いですからね、前座の方で。なるほど、はい、これもうスイッチした方がいいですね。ああ多分ですね、もうそろそろ豊田選手あたりはもうイライラしてるんじゃないですか。はいどうぞ。出ましたね、トリさん。なんか背中にイライラが現れてましたから、ドロップキック100発ぐらいやればいいんじゃないですか。あーやられました。おー素晴らしい。2回転エビ固めって言うんですよ今のは。2回転エビ固め、はい、僕前スルメって呼んでましたよ。スルメ、いつ見てもドロップキックは